牧本くすは、日本の童話作家、詩人、評論家。プロレタリア児童文学の先導者でもあった。娘に、童話作家の牧本七子がいる。童話作家協会の集会。後列右から二番目が、牧本。岡山県木尾郡足森町で、六人兄弟の三、何として生まれる。家は裕福な農家であった。 中学生の頃から文学に関心を持ち始め、当初医者になるためにドイツ語を勉強していたが、これを放棄した案歌を始めた。当時もいた画号には、古衆、小歌などがある。1915年に、鹿州、仮別地を、友人と共著で、自費出版。1917年に上京して、早稲田大学余科に入学。 しかし学校へはあまり行かず、文学を読みふけって自らも創作活動にいそしみ19、1919年に退学。翌年帰郷して、林村の不能の娘と結婚。1922年に長女七子誕生。それに伴って一時帰郷した。この頃から裕福であった実家が、経済的に困窮し始めた。1922年に、再び上京し、 坂井浅彦が編集していた女学生に童話豊かの再生が掲載され、初めての原稿料をもらった。この頃から生活が苦しくなり始め、また病気がちとなっていた。同年、自費出版で諸女詩集、諸女林の響きを刊行1923年、困窮していた実家が破産、帰郷して、家や田畑。 山林の差し押さえなどの対応に追われた。そのまま状況できず、岡山県で、尾崎実となった。1924年、自助すみれ誕生。1926年、文芸戦線に評論を発表。翌年には同志に、プロレタリア同様と称した同様、小さな同志を発表。この年、一時期東京舞友新聞社に入社したが、同年中に退社。 1927年に藤森聖吉らと前衛芸術家同盟を結成。また翌年の1928年には日本プロレタリア芸術連盟と合同となり全日本無三者芸術連盟を結成。また小川美明らと新興動和作家連盟を結成。マキボンはそれぞれの機関誌、戦記、同和運動に同和や評論などを精力的に執筆した。 その翌年である1929年、新興童話作家連盟は解散。また、同年、次女すみれが、死去、三女チまた誕生。1930年、初の評論集、プロレタリア児童文学の諸問題を出版するが、発売禁止となった。翌年の1931年には、小さい同士を出版。これも即日発売禁止処分となった。 1933年には、教育論争に、小泉玲一のペンネームで童話を発表。1936年から37年にかけて、雑誌などへの作品の発表が多く、最も充実した時期となった。1938年、童話、母の日で、第一回童話作家協会、金の星社者童話賞を受賞。1939年、 病に倒れるが、病床で作品の執筆を続けた。1942年に一時回復したが、翌年に再び病に倒れる。以来病状は回復せず、口述筆記による執筆が多くなっていった。病床にありながらも、児童文学者協会の発起人として名を連ねたほか、日本道和会、新日本歌人協会に参加。戦後、過剰な協計意識を、 自己批判し、児童自身の自由な集団的創造的生活を導き出すことを主張、生活主義児童文学へと転換していった。1956年、病状が悪化、同年9月14日に拡血し、永民、去年58。ABC、日本児童文学体系 30P589、ABCDE。 日本自動文学体系 30P590 日本自動文学体系 30P507 日本自動文学体系 30P508AB 日本自動文学体系 30P591 日本自動文学体系 30P592AB 日本自動文学体系 30P593AB 日本児童文学体系 30P594 ありがとうございます。